パパ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 お待たせいたしました。声は入ってるかな。青コーナーよりマスクド海ユンミ選手の入場です。大将待ってましたの声も届いております。今日はスペシャルマスクド海ユンミです。私の名前はマスクド海ユンミ。今日は101回目の配信スペシャルであります。2時間半です。まだ外は明るいという北海道札幌からお送りします。マスクド海ユンミ選手です。今日は明るいな。まだね、なんか変な感じしますね。うん、非常に、早い時間からの配信で、まだあの昨日ね、僕のツイッターの方であのポムさんがね、うん、この時間だとまだ家に帰ってないって言われましたけど、まあそうだろうな。そういう人も多いだろうな、きっとな。本当、ね、すいません、早くやるしか長くやる方が今ないもので今日は2時間半ということで、うん、9時までお送りしてまいります。どうぞお楽しみください。まずなんですが、早速ゲームといきたいんですけれども、まあ前回に引き続いて、スペシャルなので過去の100回の配信の新プレイ、好プレイをまずお届けしようかなと思っております。前回ね、40回目の放送のコナミワイワイワールドまで、うん、お届けしたんですけれどもね、あれ海見さんいなくなったな。おおおしかも画像も違うやつだな、それ。これさっきの紙相撲でした。牛乳パックで紙相撲のやつだろ。ええ、海海消すわ、牛乳パックで紙相撲の画像使うわ。荒れてるな今日も。テロップも出ないわね。ね、はいはいはい、で真っ暗にしたというね。でどうしようかな。今日は、まあ、ゲームはゲームでやりますので、また後でね、うん、お楽しみに。まずでは、やってるかな、画面。ちょっと待ちくださいね。でもね、タイムラインもね、たくさん今もう書いてくれてるんですよ。ちょっと待ってくださいね。ありがとう。まず、小平ペンギン電機さん、ありがとうございます。ニコニコ広告いただいてます。今日はどんなチンプレイが出るのかって。あとね、大将待ってましたって書いてくれた方もいたしね。大将。101回目のチンプレイポーズっていうのも撮れてますしね。僕は死にませんってエイブからの声も来てますし、わかりません。紙相撲がなくて今日の曜日が分からなかったですって方もいらっしゃる。ありがとうございます。ありがとう。嬉しいですね、このコメントね。焼きみりもさん、ありがとうございます。ニコニコ広告ありがとう。101回目だから死にませんって。次だ、海の春岡ってね。俺の知り合いの海坊主がやったやつかな、それは。はい。では、いきましょうか。うん、今日はですね、桃鉄をやりましたね。やったな。かなり、ね、長くやったんですけれども、うん、桃太郎電鉄 V の、うん、チンプレイ、コンプレイ、コンプレイねえわ、コンプレイ、いやまあ確かボロボロだったからな、ね、ボッコボコにされたからな、時は。でそれをお届けしようかなというふうに思います。それでは、音いくかな、これ。ちょっと待ってくださいね。それ
ではどうぞ。いくかな。あ、音がいかないね。音がいかないね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。いくかな。あ、うわ。はい、行きましょう。まずご覧ください。あ、うわ。もちろん。もちろん。そうや、水田だってね、今買ってたから。三。さあどうだ。一か。弘前。水田ある？弘前どうすかね。どうかな。あったー。水田二つ買う。やった水田。リンゴはちょっと待っとくか。またどうせ赤止まって売ることになるから。冬は買わないのあまり。冬に痛い目見たから。ああ貧乏神です。業績の悪い部分を今後の経営を目指すのね。そうだ、どうせならキスタ社長さんに経営を引き継いでもらうのね。ひろゆきの水田をキスタ社長さんに引き継いでほしいのね。さっきは何のおとなしかったのに。キジタに弘前の水田が行きました。いやーマジかよ、あんなにおとなしかったのに。たった今買ったものです。2だろ。2マスです。マスクの超人3。さっき欲しかったよ。3です。ただカードは取れるか。さっき欲しかったよ。カードがもらう。1進めるカードです。さあ次のカードは絶対にトラベルチャンスだ。やべ、危ない。これは危ない。せっかく1だったのに。これは危ない。あー、トラブルだ。1進めるカード落とした。落としたマジか。さっきまであんなにおとなしかったのに。またしてもやってしまったという。まずお送りしましたけれども、覚えてます？いや覚えてるよこれは。本当に今日もう桃鉄 V のだけお送りしますから。シンプルなんかでもいっぱいあるんで。本当にね、なんだろう、やることなすこと身にならないんだよこれは本当に。はい、もう、ね、こんなんだってまだ可愛い方だからな。ね、すごい、あの第三者的目線で見るとかわいそうだなって思って見てるけど、うん、こんなまだまだ序の口よ、うんうん、ね、これ序盤の序盤でいきなりこれですからね、で次いよいよあの春マゲドンがやってくるっていうね、うん、ところなんですけれども、それではこれもすごいのでお送りしましょう。今入ったばかりの緊急ニュースです。すげえ嫌な音鳴ってんだけど。巨大な隕石が地球に向かって飛んでいるようです。これでシェルター使うんだあの人。富士山麓宇宙観測センターの西さんを呼んでいます。西さん。はい、こちら西です。富士山麓宇宙観測センターからお伝えします。現在巨大な隕石は土星のあたりをものすごいスピードで飛んでいます。これで日本じゃなかったら受けるけど。世紀末が近づいています。こんなニュースやだな。世紀末が近づいている。恐ろしいことに世紀末を象徴するような出来事が起きてしまいました。目的地がどこだかわからなくなりました。矢印だけを頼りに見つけ出すしか方法がなくなったのです。なんという世紀末、混迷の世紀末。皆さん慌てず急がず目的地を目指してください。まあそうだな、だって別に今どこできないからな。え、はてなになった目的地まで。目的地がどこかわからなくなったそうです。なんで。だから沖縄じゃない可能性があると。あ、そうなの。じゃないでしょうかこれは。え、隕石でなんで目的地変わるの。いや、隕石じゃないですね。今のはまた別の事象ですね。世紀末だからってこと。はい、そうです。世紀末だからです。あ、隕石と別なの今。隕石だと思ってた。隕石とはまた別件です、これ。あら、今までの何。あはは、来た。ハルマゲドン。迫ってきてね。どこ。めっちゃ近いですね。ハルマゲドン。こんなこと大きすぎてる。富士山の宇宙観測センターの情報によりますと、ふう、成功の後ですよ。どうやら今月ハルマゲドンは日本を襲撃しないようです。まあでも今月ってことでしょ。だからいつか落ちてくんでしょ。だったら、あ、ちょっと待ってください。あ、トラブったみたい。システムが今トラブってるみたい。
音バリバリ言ってますね。言ってますね、うん、あ、何かまた起きてしまっておりますね。なんかこっちも世紀末っぽくなっております。またパソコンも世紀末かい。パソコンが今世紀末です。画面は言っておりません。さすがキングボンビー、こういう演出があるのか。パソコンすら、あ、怖いですね。ハ必死です音声言ってないですか。渾身のバイバイでしたよね。で翌週です、うん、何があったのか、こちらがハルマゲドンの被害に遭われたマスクのメルさんです。いやー、被害受けましたよ。あの先週、マスクのメルさん、ハルマゲドンが、札幌市来たってシノロに襲来したようで、プロジェクターが壊れました。もうね、平成も終わろうかという世に、はい、久々に聞きましたよね、家電からのっていう音とともに映像が消えたわけで、プロジェクターの。そうなんです。で、その前にパソコンの調子が悪くなって、先週放送終わったんですよ、うん、これもハルマゲドンの襲来かって言われてましたよね。そうな、うん、確かにパソコンも音声が使えなくなったんですけど、一、うん、機だけ今映ってるこのカメラだけが残ったんです。もう音も鳴らないのにこのカメラだけが生き残ったんです。したがってここで私が伝えられることがないので、うん、海辺さん、ジェスチャーでお願いします。でもあっちの画面ダメ、この音声もダメって言いながら音声は言ってないから、このジェスチャーだけが映ってた。先週は終わりました。っていうね、なぜかこのカメラだけ生き残ったの、意味わかんなかったな、あれな。そうなんです、うん、で結果今日ですね、プロジェクターがまだ間に合っておりません、うん、ですのでプロジェクターなしでお送りしてまいります。で、その回ですか。この音やつ、こんな臨時収入。ああ、ああ、どこ、ハルマゲドンだ。ハルマゲドンは気づいていない。シェルターは気づいていない。都市の、物件すべてなくなってしまいます。物件たちが消えていきます。マスクド電鉄の中華飯店、マスクド電鉄の網田焼き物屋、夢山電鉄明太子屋、被害額マスクド電鉄1億5000万円、夢山社長は。もう中華飯店何も取り返さず終わった。ついに失いました、マスクド飯店。あ、なんとまさか春マゲドンにやられましたというね。うーん、いやー、書いてくれてますよ。この放送は機材が壊れる歴史でもあったのかって。本当にね、プロジェクター、まあ当時ね、うん、その前からファミコンとかもやってたから、うん、プロジェクターがないとなかなかプレイしづらかったんだよな。で当時必ずそう、プロジェクター画面を海見さんが見ながらね、そう配信をやってたっていう感じだったんですよ。で、まあ確かに桃鉄は別にまあまあスピード感を求められるゲームじゃないからなくてもいいっちゃいいんだけど、うん、そう、壁に大画面を映してやってて、ええ、あれなんだろうね、本当に機材からああいう音するんだろうなっていう音を立てて壊れるっていうね、やっぱり昭和感がすごかったんだよね。ポンって落として。だからすごいですね、立て続けに本当10分ぐらいの時間の中で、うん、音声がやられて、うん、映像がやられて、そしてプロジェクターがボンって言ったんですよね。危ないよ、普通に考えたら。機材がボンって音立てて壊れるっていうのは。ただでさえこっちはハルマゲドンだ、うん、世紀末だ言って、ゲームとしてどうなるんだろうってドキドキしてるタイミングですから。それで気づく、現実の方が言ってるんですから。物理的にもいろいろ壊れた日だったからな、あれな。ね、もう最後恐ろしかったですよね。で、最後残った海海さんのカメラで必死に今の状況を訴えてた。
その前からゲーム的にもすごかったのよ、そうやって世紀末だハルマゲドンだっつってね、うん、でただですねボンビーついてるわみたいな、うん、なんかいろんなものがギュッとこうこっち側に襲来している時に物理的にもやられたから、うん、なんだあんなに人生追い込まれることってあるんだな本当にメンタルもやられてる時に機材が物理的にやられるわけだから、ね、おキングダイボーの仕業ですね。キングダイボーもダメージ食らってるからな、結局あのボーンってあのプロジェクターぶっ壊れてるからだからプロジェクターほんとすぐ買ったもんねキングダイボーも板で覆ってるんだあれはそしてペンギン電気さんが巻き込まれてくるんだ猫だからペンギン電気さんね、さっきね今週もいい機材使ってるねって書いてますからねおわたるか、アーンさんがメインカメラがやられただけだ言ってメインカメラやられただけでもだいぶやばいからね、この配信の場合はなんかあのね、うん、なんかノースアイランド感しますねって、我々の別の番組に、ね、ノースアイランドって番組があるけど、ね、確かに昔から我々のこと、まあ、海さんはあれだけれど けども、ね、あの私は海坊主さんのね、うん、あの番組をご存知の方にしたら確かにそれはあるかもしれない ねでもそのゲーム内で起きてたことも合計すると、はい、こんな最大風速やばいのもなかなかノースでもないからなノースアイランドねこれはすごいなあさあ、うん、そしてまだまだあります、うん、ご覧いただきましょう。次はね、もうあまりにいろんなことが起きすぎて、うん、この頃からですよね、モノマネが出てきたのは。そうだね、こちらです、どうぞ。あいやあわもちもこれは海海が一人負けの状況になる可能性が出てきました。それはね、そうよ、ハルマゲドン食らってキングボンビー食らって長渕さんみたいになってますけど歌うんだよキングボンビー食らってハルマゲドン食らって最後に世紀末急にトリプルク食らったら長渕さんになるんですか先週サラガヤサキさんだった先週どうだかあるどうすかみんなの出しますね。世紀末にキングボンビーとハルマゲドン来て世に乗るぜ俺に残ったのは借金だけというねこの頃からですよ。そう、壊れてるこういうモノマネが出てきたっていうその前言ってたけど、猿川関さんのも、はい、だ結局、ゴール地点からだんだん遠ざけられるんだよな。そうだったね。だから、そしたら、遠ざかるって、すごい哀愁漂う感じからのこれだから、もう。翌週はこうです。長渕さんになっちゃったっていう、ね。ギターとハーモニカ加えて歌ってそうだって。語尾も巻き舌で強くなるよ。ねえ、まあ本当この頃からそういうモノマネもね、うん、随所に出てくるようになりました。で次やっぱりあの引きの悪い方ですから、うん、こういうこともあるね。あうわもち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 、あ画面いってないですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょと、はい、お送りしましょう。あるね、宮崎です。一番近い海こうです。特急カードって3個最後売りますよね。そうだよ、221ってすごいですね。ボンビーとか関係なくもうついてねえんだけど、なんで特急で5ってなんだよ。と特急で、特急カード、特急でまた5とかなんだろきっと。さあサイコロ3つどうだ。4こいつ1、2、1。どうなってんだよマジで。すごいぞマジこの音楽の無駄遣い。さっきは5よりひどいの出ないと思ったんだけど、なんで特急で読んだよ。だから使うのよ。
皆さんの言う通りですっていう特急ミュミ。いやだからその他のキャラクターとかもそうだけども、はい、あのカードこの進める系のカードを、ええ、あのみんなカード屋さん泊まったらそういう特急とかそのサイコロ増やすやつをよく買うわけだよ、ええ、だからなんでそれがいいのかいまいちわからないんだよこれだとなんでみんなそんな買うんだろうと思ったけども、まあ、みんなそれを買ってスイスイ進むわけだよ、ええ、で調子に乗ってこうやってねあのミミもやるんだけれども、ええ、どう考えてもだから6進めるカードとかなんか進むんだよ遅って小平ミミさん特急じゃないドンコドンコじゃねえかってだからねほんとねひどい、うん、確率的にはこっちの方がすごいよむしろ、うん、うん、あのなんて言ってたもんね、うん、あの2回目引く時も、うん、使った時も、うん、どうせ5出るんだろうって言って4だったらすごいですよね5すら出てないって本当だから特急に流されてたなこれはな。そうですね、特急に流されたじゃなくてそれ引き悪いだけでしょいやいやだから特急が特急じゃないんだよ騙されたのチケットこれ特急ね、これ特急のだぜってダフ屋に売られて結局鈍行だったんでチケットが早いの音楽だけですからねポッポー言ったけどそして、あれですよね桃鉄といえば、うん、桃すらとかありましたよね あれにもいろいろやられましたね。そうだなだから多分一通り食らってんじゃないか本当に桃鉄だけでどれくらいあるのって言われてますけど本当にいろいろありましたけど、うん、ねまだまだありますこちらです。ちょっと待ってくださいね。あれOh, 4マス目のところまで行きます。でもだからさ南あんまり欲しくないんだよ本当は。潜在宮崎はでもリゾートあるでしょ。でもまたどうせ台風来るんだから。何今度目的地宮崎。緊急ニュースです。桃すらが卵を宮崎に産みつけましたやめろ今ゴールしようとしてんだからよだからこうやってすごいいいとこに止まったと思ったこれだから、ね、今ゴールしようとしてんだよやめろよモモスラゴールしてね物件買ったモモトラマンに出場してもらわないと約8ヶ月後に卵が返ってしまいます。もつらね宮崎の町壊滅してしまいます。チーズマンチュー勝てたんですね。チキン南蛮やサボテンステーキやカボチャ畑ピーマン畑さあ皆さんモモトラマン探しますか。ケジタンキタラマンいいえでいいえだここに売ってたら買う。あ売ってればね売ってる。いやちょっととりあえず本当はここで使うものじゃなかったけど使うよもうしょうがない桃トラマン1スベルカードでカード売り場に来ましたここで桃トラマン買うしかねえ。なんだって宮崎はもうすでにだいぶ買ってます桃トラマンカードを買いに1スベルカードゴールできないってやつもしかして。よしマスクド超人さんが青トラマンをスタンバイさせました。はいどうさせます。青トラマンお願いします。卵を溶かすために出動します。お願いします。さあ岡山桃から生まれた飛んでいくシュワッチ宮崎ギャーッ持ってった青トラマンやりました。タイムしてくれました。青トラマンなんとかわいい青トラマンです。いやーってなるよ。浮かれてますけどね、うん、ちょっと直後ですよこれ。緊急ニュースです。怪獣からゴジラが出現しました。こんなに怪獣出るかよなんかもう 2,3 ヶ月に1回なんか食らってるんだけど本当にやめてくれよマジでよ。これは大変です。ドジラに続いてミミラまで現れました。近くの都市に住む方々気をつけてください。これどこ、これどこ、東北だ、東北だ、やめて。秋田を超えた、秋田、あった、どうする、どうする、どうやめて。弘前、青森、やめて。青森、青森だ。よしよしよし
桃太郎スタジオどちら青森を襲う模様です。でもシルターあるから大丈夫なんだろ。青森を所有しているのは稲山電鉄です。独占している都市予想されるのは6億4千万。でもシルターあるから大丈夫でしょ。あ、ミミラがあれ弘前行ってますよ。やばい、やめろ弘前、やばい弘前、弘前やめろ。どちらもシェルター見て叶わないと思ったようです。弘前はそのミミラはスクの鉄道水で地味に地味に打ってました。ほんと弘前の水道を結局食らってんじゃねえかよ。うちらじゃねえかよ結局。すっごい地味に左下で見えない、見えないように打ったんですよ。ちょっとリプレイでご覧いただきましょう。皆さんどちらばっかり見てませんでした。結局よ地味にね、結局かよ、ね、どちらに聞いておられましたか。地味にミミラやってんすよ弘前は。あーもうええミミラがもう最後まで打ってるんですよ地味にね。はい、ということでね、皆さんどちらに聞いておられたでしょ。いや、しかもね、言うてよ、言うて別に物件をたくさん持ってるわけじゃないの私。そうでしたね。少ない中であんなにピンポイントにやられんのよ。たくさん持ってんだったらわかるよ、たくさん持ってんだったらわかんの。犬山やってるから、犬山みんな一番弱いと思うだろ、佐久間より強いんだから。なぜかね、うん、なぜかなぜかチートよ、あの人一番レベル低いと思うだろ、佐久間一番トップレベルより強いのよ。だけど、ほんと、モモスラーで、うん、で、なんとかね、モモトラマン呼んでね、で、助けてもらった、うん、その本当5分か10分後ですかね、うん、今のドジラ。おかしい。ドジラ&ミミラ。どんだけこの日本列島危ねえんだよ。危険だろ。だけど綺麗に安心してましたよ一回。いやいや、だって普通はよ。普通はだって一週一ヶ月大丈夫だった、大丈夫だと思うだろ。だって青森のどちらに海海さんも聞いとられてて、ミミラ見てなかったんだから。見てなかった、あれあの瞬間見てなかった。安心しきったんだから。いやそうだよ。だって普通青森行ったら青森2匹とも青森攻撃すると思うだろう。違うんだもの。付属品が、そしていつも弘前の水田やられんの、何かしらに。そんなに弘前の水田嫌か。台風とか当たったの。おう、だいたい弘前の水田やられんだから。どんだけってんのと、どんだけ鼻曲がってんだよって。これはね、これはもうずっとね、治んないね。これはもう桃太郎関係ないね。本当ウミミさんすごいなっていうのが分かるこの桃鉄ですけれども、ひどいよ。まだございまして、ね、カードにも翻弄されてましたから、うん、こちらです。やめてくれよ。ぶっ飛びカードを使いました。もうやけです。あとどこ行くんだ。どこよこれ。なんだ右下ってなんだ、なんだ、何どこ、なんだグアム。グアムに着きました。まさかの海外。消えてよ。マスクドウミミグアムに立つ。遠くなったもっと。おい、今こう、今すぐマスク脱ぎ捨ててこの場から帰りてえよ。宮崎発グアム行きでした。この15年、もういろんなこと食らってきたよ。これはもう本当さすがにね、ここ1年ぐらいを立て続けすぎて、してグアム倒されるってことなんだ。グアムあるんですね。もう海外じゃないですか。海外ってリラックスしてるって。これ確かに動画上別にしてますけど、うん、さっきの直後ですから。いやどちらのとかモモトラマンとかのあの下りの直後ですから。だからまた5分後くらいですから。なんかその海外なんて誰も言ってなかったからね。ぶっ飛びでもうやけになってる状態で、ぶっ飛びカード使ってとにかくその北に行こうっていう頭で。
あれを使ってるんですよね。これ以上南行かないと思ってるから。これ以上おかしいことはないだろうってことでね。ね。うん。じゃあブワーってこうグアム。それまで一回も出てこなかったグアムに通されて。初めてグアムってあるんだみたいなね感じでしたもんね。確かね、そしてそんなお金持ってないから、うん、そういういいとこ止められても何も買えないから、ええ、ただただ遠くなるだけよこれは。そうでしょうね。あ、困ったもんだよ本当に。意味わかんない。というまあですね、猛烈な戦いでしたけれども、まあクライマックスだけど最高の最後までね、うん、盛り上げてくれましたね。こちらです。緊急ニュースです。モモスラが卵を宮崎に産みつけました。これさっきのリプレイじゃないですかね。もしもらわないといけませんが、8ヶ月もうないからね。ないですね、うん、これ最後の最後ですか。チーズマンチュー。最後まで最後まで。本当にさ、もう終わるよっていう時までこんなこと起きる。あれですよね、宮崎じゃなかったでしたっけ。そうだよ。ゴールの地点にモモスラが、うん、モモスラ現れて産みつけられて、自分でカードの売り場行って、モモトラマン出動させたんだよ。ですよね。でその前にモモトラマン買うタイミングあったんだけど、買わなくて次の週に。そうでしたね、次の週に出たの。そうでしたね、うん、また宮崎か。さ、おかしいんじゃない。おかしいと思いません皆さん。海のとこばっかり卵を見つけんだよ。割合は犬山のはずなんですよね、買ってる割合考えると。おかしいでしょこれ。だからさ、いやもう8ヶ月もないからさ、ないよ、ないけどさ、こんだけだから買い占めてすげえ主要都市なのよ海にとっては。そうですね、最後の最後までさ、こうなるねえ。ウドトラマン、いいえ、そうだろうね、そうだろうね、分かってるよ。さあキトラマン、分かってるよ、お前ら秒でイエスの分かってんだよ。ああ分かってるよ。青トラマン、人のためにというか自分のためね。まあ助けよう。ああ自分のためにやるわ。青トラマンが救します。ああ助けて青トラマン。うぅもうそうだ、安心するよ。さあ颯爽とシュワッチ登場して宮崎に来た。シュワッチ卵を持ってきました。え？なんか落ちましたよ。ちょっと待って、アウトラマン破れました。アウトラマンが破れました。関係ないよ、もう勝敗には関係ないけど、ほら見た、みんなこうなの、結局こうなのよ。視野が結局こうなのよ。モモスラに負けることもあるんかって。これは驚きましたね。驚きました。さあ4年に一度新日本一を決める季節がうちの嫁、俺の嫁田部杉さん、どうぞ。俺の嫁田部杉、今年の賞金日本一は犬山でティッシュ、岩田寺シュラメンでございます。振られました、嫁に振られました。だからさ、もう終わるんだよ、終わるのにさ、終わるのにこんなにいろいろ裏切られるもん。最初から最後まで裏切られました。全てを象徴するかのような犬ビルです。順位変わってるとかないですよね。ほらほら、カラスがバチンってやんだぞ。ほらほら、やだやだやだ、怖いよ、落ちました、怖いよ。現在トップはマスコトです。海トップです。あー、岸田山に捕まった。そしていや、こんなんやんなくたって分かってるでしょ、犬山だよ。雷に打たれました。残ったのは犬山です。以上をもちまして、この差よ。225億犬山優勝、準優勝ですがマスコト超人です。ということで、すごいですね。いやでもね、本当に皆さんに分かってもらいたいのは、はい、これ本当に一部よ。基本こんなことばっかりなの。基本こんなことばっかりで、よく2位だと思わ。そしてあの犬山は本当におかしいの。一番レベル低いはずなのに、はい、もう桁違ってるよあれ。
あ、だからゲームがおかしい、壊れてんだよ。で、一番弱いやつがあんなに無双してるんだから。だからそん中でよく頑張ったと思うよ、本当に。でも、ビビさん、本当すごいですね、改めて。おお。あんだけボロボロに、すべて被害被ってんのに、2位よ。頑張ったと思う、本当に。いろいろすごいですね。うん。あんだけ全部。本当に犬山の物件がほぼほぼ占めてる中で、はい、桃すらはまずピンポイントで卵を産みつけるわけよ。もうアウトラマンも負けるし。アウトラマンがだから、うん、あの負けるんだって、うん、あのタイムラインで書いてくれた方もうん、いたんですよ。あの普通は負けないやつなんだろう、あれきっと。僕は初めて見ましたね、負けた姿。本当にね、負けたとか落としたって。で、落ちて卵ちゃんと着地するのね。あんな上空が落ちたら割れんだろ普通。本当にね。で、あの時言ってるんですけど、その前の、あの、うん、なんだっけ、宮崎にモモスラが来た、うん、あの来ちゃっ卵産んじゃってっていう時も、うん、あの時もあの前の週に、うん、モモトラマンカード買いますかって場面があって、うん、その時に買わないって言った直後だったんだよ、ね、うん、だからすごいですよね。いや、巡り合わせというかね、大体だから多分本当一通り食らってると思うよ、あの桃鉄の大体ダークな部分は、うん、本当に。だってボンビー系全然入ってなかったけど、ボンビーも結構食らってるから。ボンビー食らったんですね。大抵見たら分かるけど、ボンビー引き連れてたんだから。だから、うん、あのキングボンビーで食らうのを普通名場面にするじゃないですか。そう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 。一つもだから選ばなくていいぐらい他にすごいことあったんですよ。そう、だからボンビーが霞むぐらいよ。他の番組だったら大体ボンビー出して終わりですよ。そう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 。でボンビーがなんかブワーって変身する瞬間とかね、ええ、うわ変身したぐらいが頂点だろ。普通の番組ですよ、うん、それが。うん、なもん全然も普通、一個も取り上げられないぐらい、うん、ね、変身するんだ普通だし、なんなら仲間として引き連れるのが普通だから、それはもうデフォルトよ。一個も紹介してます。あのボンビーがこんなに霞むことってあんだな。あんなに普通に引き連れてんのにボンビーは全然着目されないっていうね、はい、うん、だそういうレベルよ本当に。まあ101回目今日ねスペシャルということでお送りしています、マスクドミミのレトロゲームチャンプなんですけれども、うん、まあ今日は桃鉄にピックアップしてね、新プレイをお送りしてまいりました。さあ今のゲーム、今のというかね、うん、今お送りしているタイトルもいきましょうよ、そろそろ。そうな、桃鉄と海海は相性が悪いっていうことでしたけれどもね、ボンビー祭りでしたなって書いてくれてます、うん、ありがとうございます。さあじゃあ行きますか。お、エイブは55。続き、さあ本編だって、ありがとうございます。本編行きましょうよ。これじゃないよ本編。ね、あ、じゃあ電源入れますか。お、あ、呼び込まなくていいんですか。ん、呼び込むとこは。あ、そっかそっか、うん、赤コーナーよりエイブは55選手の入場です。さあ来た、次はゴルフやりましょうかって。ああ、あとは野球って話もありました、うん、でも野球はね初期に大体基本コテンパンにされてるからな。そうですよね、うん、さあ来ましたよ。ちょっと私一旦席外します。
Hello. Hello. Okay. Come on, come on, come on. Matete, matete, matete. Hello, hello. Bye. Go. Okay.ね、毎回ギリギリでクリアしてるんだよな。でも最近なんか仲間をあんまり助けてないんだよ、修行とかしててな。だからまだこの修行、まだ修行の途中なんだよ。修行してなんかこう強くなる途中なんだよな。それからパラモニア、モザイクの目覚めからこのアンモニアに来たわけ。エイブどこだ？これか。あ、今日もですね。あ、まず先ほどの、ちょっと失礼しますね。うん、先ほどの動画、あ、桃鉄のところでもですね、リクエストをいただいておりました。どうもありがとうございます。採用させていただきました。そして今のここですけれども、その通り族長をご覧の皆さんです。アドバイスコメント欄にぜひお願いいたします。ちょっと出しておいていいですか、ちょっと間、はい、はい、じゃあお願いします。どうぞ。で今下のが海のエイブで、上でなんかハローって向こうから言ってきたりとかいいの。で、今ここはステージ4ですね。ハローしたら、あって言われた。どうなんでこれね。カモン。そうですね、新プレイ集また来週以降も続きます。皆さんのリクエストにもお答えいたします。多分これをやれってことなの。ハロー、ハロー。ヒヒ、オッケー。まだ？オッケーだったよ。そのやつに乗って。なお、今日ステージ4を超えなければ負けです。聞いてねえぞ。今日だって2時間ありますから。これ何の場合だ。ちょあれにちょっと触れてる、多分あれにしてる。触ったのに何も落ちてこなかった。よく石が入ってたりしますよね。うん、何も落ちてこない。ロックサックかフルーツサックかどっちか。うん、あ、でもなんかあるように見えるんだよな。ですね、相変わらずやられ方がやられ方がエグかったね今。派手に散ったなってことね。ハローやられ方がエグいですよ。乗ってたやつが爆発しちゃう。振り返り終わっております。ごめんなさい。今日は、桃鉄だけ、振り返りました。また来週以降も振り返り続きます。よかったらアーカイブの方でご確認いただければと思います。あれ OK って言ったけどリフト下げてくれなかったんだけど。
リフト下げてくんないと上行けねえだろ。今オッケーって去ってったけど。リフト下げろよ。リフト下げねえといけねえんだよ。オッケーじゃねえよ。いや、オッケーって、オッケーって言うてもね、リフト下げてくれないと上行けないんだよ。春マーケット終わったのか、終わったんですけれども、ニコ動あるいは、YouTube の方でもアーカイブアップしますので、よかったらまたご覧ください。オッケーってリフト下げてくれないと行けないんですよ。上行ってましたもんね、さっきね。リフト下げてくれないといけないんだよ。いけないんだよ。リフトを下げて。いませんね。リフトを下げて。いませんね。自分で下ろせないですもんね。リフトを下げて。リフトを下げてくれないと。まあ、今度はエイブでハルマゲドン見れるだろうしっかって。あ、来ましたよ。ハロー、ハロー。あ、おろしてました。なんでさっき下がってこなかったの。さっきのは何だったんだ。また意味わからんわ、ほんとに。これを下げてくれないと上にはいけません。なんでさっき下げてくれなくて、OK っつってさ、ただ去ってったまんま。して、いやどうしようかな。まあ、でも絶対これ関係あると思うんだよな。何も落ちてこない。うん、もう落ちてこないんだよな。でも多分これヨンヨンしてる隙もないんだよな、きっと。ほら。でも絶対あのなんか上に垂れ下がったやつ関係あるんだろ、きっと。爆弾がありましたからね。うん。ハロー、ハロー。待ってて。ハロー、ハロー。フフフ、オッケー。すげえ、なんでさっきそうなんだ。結局何だったのか分かりません。フェイント。いや、どうすっかな。でもこれは絶対関係あるだろう。何も取れない。ロックサッカーフルーツサッカーでしょうね。ずっと根拠あると思うんだよ、これ。触れば何かが落ちてくるはずなんですが。なんか攻撃手段ないのかね。あのこうやってもう乗り物もいるわけだから、こいつが噛みつくとかさ。ハロー、ハロー。ちなみにですね、ロックサックである場合、入手できるの場所によって違って、すで、に石持ってるとそれ以上は入手できないそうです。なるほど。じゃあもう俺持ってんのかな、石を。果物であっても一緒だそうです。あ、でも持ってるわ。持ってる、持ってる。止まれ。これ気づかれるよ、石投げたら。ハロー、ハロー。オッケー。
ハロー、カモン。かわいいな、これ。ジェラン。止まれ。当たりませんでした。そして、来るぞ。止まれ。アールボタンもお願いします。オッケー、さすが2回目なのでリプレイをご覧いただきましょう。でもあいつをだいぶ犠牲にしてるからな。ね、この後ですよね。これがまず当たらなかったのが一つですよね。すれ違っていったときですね。うん、すごいですね。スローで。撃たれるわ。爆破するわ。かなりショッキング映像になりました。これはでも子供の頃に見たらショッキングだよな。ですよ。大人でよかった。しゃがんで投げてみたらって。しゃがんでるか？しゃがん。待ってて。ありがとうございます。オッケー。カモン。ちょっと爆発させるマスクマンさん、ありがとうございます。ニコニコ。まあ別にわざとではないんだよね。止まれ。届かなかった。しゃがんで投げたら今度は届きませんでした。なんであの絶妙に当たらないんですか。絶妙に当たらないで。そんなそんな的ちっちゃくはないと思うんですけどね。いやまあでもあれじゃない、これ別に倒さずに、あ、ちょっと置いてた。まあさっきいけそうではありましたけどね。別に絶妙な位置に配置されてるなって、この位置が配のその配置の問題なのか。そうそうそう、配置の問題だよ。配置の問題だよ。だから爆弾を置いてるやつが悪いんだよこれ。止まれ。その方法を選んだ。やべ、でも乗ったままだとやばくね。お、ほな、なんかすげえシャンシャン言ってるけど、なんかハマったのかな。本当？すげえシャンシャン言ってるけど。すごい言ってますよ。うん、もういいよ。いけるかな。ただ俺はいけたようです。え、なんかあれ、なんだあれ。うちの子がなんか舐めてる。蜂蜜ですか？蜂蜜だ。エラムがすごい舐めてる。だから蜂蜜が落ちてきてるようです。とりあえず舐めさせておくよ。あ、でも舐めてる間乗れない。あ、だいぶ夢中ですよ、エラム。エラムは蜂蜜に夢中です。降りなきゃよかったのか、これ。全く今聞こえません。エラムには聞こえていない。でも、降りないとこれ登れなかったから。おい。エラムは今蜂蜜に夢中です。カモン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 、ハロー。わかんない。全く聞こえていません。待ってて待ってて待ってて、カモンカモンカモン、ハロー。これが本当の蜂蜜。わかんない。わかんない。ありがとうございます。そりゃ爆発させる飼い主よりは蜂蜜を選ぶに決まってるという。いやちょっとマジか。
話も。え、結局こいつ乗った意味あるしたらないじゃん、ここで別れるなら。あ、いるのか。でも助けて言ったで今。なんか音が聞こえる。いるな、でも助けて言ってっか、いるなあいつ。あいついるぞ。あいつどっかにいるぞ。これでもさ、爆発させないといかんよな、これきっと。ではなくスリックですね。スリックの方がいたんでしょう。なぜなぜ自らぶつかりに行ったのか。やっぱりさ、威力をちょっと確かめるね。ハロー、ハロー、待ってて、ハロー、ハロー、ハロー。でもこいつ乗って分かれんだから、乗る必要なくない？オッケー、こいつは置いてくよ。こいつは蜂蜜舐めてるだけだから。じゃあな。かつてないほど近づいてみたぞこれ。ハロー、ハロー。そう考えたんだよ。ちょっと近づいてしゃがんで石投げるのもちょっと考えたんだけど、やってみるか。まあそのままなんかまた画面切り替えでシャコシャコしてる間に行こうかなと思ったんだけど。こういうことか。見事。結局そういうことだよね。ホムさん、さすが。うん。エランが置いてきました。まあそこでどうせ別れるからね。リプレイをお願いします。何度目でしょうこれ。ハロー。自分で押したらやっぱダメなやつかこれ。いや、相変わらず見事ですね。絶妙なタイミングでしたよ。さあではどの時だったか検証しましょう。今緑です、ここですよ。赤ですね。今もう押しに行ってますよ。赤ですよ。危ない。赤だって。ああ。
こう忘れてたわ、色で変わるの、そもそも。そういうことだね。セーフティーな色の時に触るのね。それを忘れてた、とりあえず。バカでしたって。とりあえずね、それを忘れてた、そもそも。仕組みを忘れてた。待ってて、ハロー。ハロー、ハロー。オッケー。そうだよ、絶対そうだよ。皆さんのコメントも本当素晴らしい。今は青かったような気したんだけど、緑だった気したんだけど、今どうでしたかね、リプレイを。では今のもダメか。今の結構緑だと思ったんだけどな。微妙には見えましたけどね、確かに。今緑だと思ったんだよな。どうでしたかね。どうですかね。緑じゃない、今の。さあ、今緑ですね。お、あ、赤です。こんなもん今だって見えなかったの、緑だったもん。赤です。あんな緑に見えたよ。赤です。緑に見えたものも私は。赤になった瞬間でしたね。困った。ハロー。すごいですね、ミユミさん。さっきの桃鉄見たから、これ今日のこれもね。本当にミユミさんすごいですよ。ちょっと一つ残念なお知らせなんですけど、今7時半過ぎました。いつもの放送のスタートと今変わらない時間なんですけど、今日一つも進んでません。そうな。でも進み方は分かってるからな。これなんですか？鈴木爆発ってやつ。そうなの、鈴木爆発って。それなんですか？鈴木さんが爆発するのか。それは結構あれだな。野蛮なゲームだな。そうそう、今からスタート、今からスタート。今からスタートで余裕。パソコンのモニターのせいにするのか。そうそう、パソコンのモニターが今だって緑だってアピールしてきたから。そうなんだ。鈴木爆発って爆弾カズルゲーム。でも今赤かった。で、ね、緑で手出したけど赤かったでしょうね。爆発しましたから。もうさ、よくない？赤とか緑とかさ、そういう次元を超えた話をした方がいいと思うんだよね。もう人間やっぱり赤と緑だけじゃやっぱりね、どうしようもない部分ってあると思うんで、赤とか緑だけで判断するのは良くないと思うんですよね。それ言い出したらだって、これも結構ひどい話よ。後ろから忍び足で進んでって石投げて爆発させるのってね、結構大変なことだよ。これもそもそもね、関係なく人に銃を向けてくるのも危ないと思うしね。これ野蛮なゲームだと思うんだよ。良くないと思うよ、こういう野蛮なゲームは。ただ爆弾を止めただけなんですよ。これただ思うんだけど、届くかなこれ。そう、三角効かないから。で、
ここで三角が効かなくなる。今日も、小平ペンギン電機さんのコントローラー先週届けてくれたコントローラー。ここでね、三角が効かなくなるの、こう得てして。ハロー、ハロー。しっかり聞こえます。ここではね、確かに三角効くのよ。ハロー。このハローとかね、こういうの三角だから。でもね、飛ぶときだけ三角が効かないっていうコントローラーってあるのね、やっぱね。うん。押してるもの私。先ほどの桃鉄のではね、うん、コントローラーだけではなく音響機器、そして、まあ、パソコンの映像が消え、さらにはプロジェクターが爆発音とともに壊れたというありましたからね。やっぱ三角聞かないんだよな、こうなるとね。こうなると三角聞かないんだよ。ああなると三角効かないんだ。ああなると三角効かないシュテネッカーだ。ハロー。え？オッケー。こういうとこに三角こうやって効くんだ。助走をつけると三角効かないテネッカーさんだな。え？さあ、今日ステージを超えなければ負けです。このパラモニア、パラモニア神殿を超えなければ負けです。ハロー、ハロー。こっからよ、飛ばないの。届いてもダメなのか。今掴まなかったもんな。いつもだったら多分あのヘリ掴むはずなんだよ。今届いてましたけどね。うん。まあここだ。ここで蜂蜜坊やが必要になってくるのかやっぱり。この子連れてこないとダメか。そうなりそうですよね。めんどくさいなぁ。不発弾のことを教えてください。ポンピポンポンポンピポンポンピを繰り返してポンが赤らしいって。ん？ポンピポンポンピポンピポンポンピ。そんなダンサブルでしたっけ？ポンピポン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 ピポンポンピポン。ダーン。ってことか？よし、分かった。ちょっと見てみような、あそこ行って。そんなダンサブルだったから。ちょっとこいつほら。やっぱほらついてく。待っててしなきゃいけないのか、そしたら。やっぱこいつ連れてきてダメなような気がするんだよ。ハロー、ハロー。待ってて。ハロー。ハロー。ハロー。ちょっとだけエラムがかわいそうに見えます。
気のせいでしょうか。完全足でまといだもん、このハチミツ野郎。ちょっと待ってろ、ハチミツ野郎、そこで。言ったんだから、こいつ倒したくハチミツ野郎って言ってくるの。今日お迎えに行けばいいの、ね、こんないい飼い主いないよ。こんな危険を先に倒して、ほら、おいでよ、ほんと、かっこいいね。こうやって、ちゃんとやってね。ぽい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 ぽぴー。 OPI のやつだな、それは。ペットは急に止まれないさん、ありがとうございます。本当に買わせていただきました。ほら、うーんじゃねえよ。早いですね。とても動きが早かったですね。うーんじゃねえよ、ほんとね。で、これが、ぽい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 ぴーってやつだろ。ちょっともう一回、じゃあコメントを、ポンピポンポンポポンピポン、ポンピポンポンポポンピポンポンピ。よし、わかった。どっちがポンだ、これ。ポンピポンポンピ。海海は混乱している。どっちがポンだ、これ。ポンピポンポンポポンピポンポンピ。オーケー。まあちゃんとやるよ、さあそろそろね。もうそれをちょっと先進まないとここクリアできなさそうだから、ちょっとやるよ、したら。ハロー、ハロー。ハロー。ポン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 。もうそういうことなんだよ、結局ね。ご主人だよ。まあ、安全を確保してからだ。カモン。この蜂蜜二郎は今のところまだ役に立ってねえからな。本当に。来いよ、蜂蜜二郎。うんじゃねえよ、蜂蜜ソムリエ。本当に。感覚、感覚。肉肉野菜、肉野菜だそうです。おう、だからどっちが肉なんだこれ。赤か、赤が肉なのか。肉、野菜、肉、野菜、野菜、肉、肉、野菜、肉、野菜、野菜。よし、で、この子を肉野菜、肉肉野菜ご飯っていう。でもさ、やっぱほら、ハチミツ二郎意味ないでしょ、これ。こいえ。これ、例えば石投げ、さっき書いてくれた方いましたよ。え、ご飯、その石投げたらっていう、うん、でも今当たったよな。わかんない、今当たったのよ。どうやら全く見向きもしませんでしたね。いや、蜂蜜二郎はいいよ。上に投げるかって。あ、じゃあ石取りに帰ってみましょう。また。上に投げるっていう話ですね。特徴の皆さん、ありがとうございます。してきましたよ。上に、真上に投げればいいでしょ。どうだ、落ちた。おお。わ、でも
座っている。おお。ハチにやられました。ハチにやられるとか聞いてない。さっき言ってたからちょっとこんなさ、やっぱり楽でやると思うから、こっちね、カモン。今置いてきました呼んどいて乗せないっていう。知ってる、ハチに刺されて亡くなる人っているんだよ。これはめちゃくちゃ知っとるよ。もう知り合いの海坊主は蜂の恐怖はとても知ってるんだから。そしたら先に何、なんで棒立ちで刺されてたんですか。正論が聞こえます。これ逆にさ、ああ来る来る、あーすごい来る、すごい来る、この子、あの海坊主さんもこの子今乗れなかったもん。この子すごい来る。この子すごい来る。乗れないの。そうでした。え、あの小幌駅でもそうでした。あ、今どっか行った。あの海坊主さんも同じようにずっと付きまとわれました。この子すごい来る。私は9年前のことを思い出しました。何は本当に。蜂と聖者の行進をしている海坊主さん。あの姿と今かぶりました。すごかったな今の。いやー、びっくりしたわ。どこのバーなんだよって。いや、びっくりしたわ。こぼれのブンブンに行ったんだ。で、これで、お前止めたよ。あら、お前止まったよな、さっきは。さっきお前は止まったはずだ。ますね、もう、うん、さっきお前は、しましたね、お前は止まったはずだ。不発弾って一回ねえ、もう そここまでやったのに。おお、一回止まっただろお前。くそ。そういうことか。ハロー、ハロー。ハチも大変だしさ。くそ、止めた後ハチにやられてないはずなんだよ。この子すごい来る。すごい来る、この子。この子すごい来る。そりゃそうですよね。でもそりゃそうですよね。完全に蜂の巣を攻撃したんですから、こうなりますよね。おお、また行ってきます。よしよしよし。あー、びっくりだ、ほんとに。カモン。それことは何も知らないエラムです。次元爆弾って石でいけなかったっけ。石はダメなのか。あれはやっぱ止めない、押さないと止まんないから、あれ。どうですかね、うん、え、来い。ちょっと試しに、やっぱダメだね。ありませんね。あ、わかった、 OK。 赤かったね、うん、わかってんだ。
こうやって出す瞬間にね、色変わるんだね。ポムさんがね、頭脳的なお話、うん、こっちの方が致死率低いから爆弾から先に止めた方がいいんじゃないって。だから爆弾止めたけどダメだったのよ、さっき蜂と戯れてたらまた元に戻ってたの。ハロー、先にだから嫌だから確かに爆弾先に止めてたのよ。して蜂と戯れてたらなんか爆弾復活してたからやっぱ爆弾後じゃないとダメなのかなと思ってね。君は来んなし。ハロー、待ってて。そう、誰かで内緒で爆弾をスタートさせたの。カモン。ちょっとここで待ってろ。待ってろ、言うたやん。じゃあ試しに、まあ階層変わってないから、ここはじゃあ先に止めたらいけるよな、きっと。確かにな、ね、うん。さっき下がったり上がったりめっちゃしたからな。マツコデラックスさんみたいな。いいご主人よ、私ここで待たせるんだからね。そして私先に行くのよ、爆弾止めに行くの。私裏でタイミング取ってみたらって。ポンピポンポンピ、で止めるやん。で戻るときっとあの子稼働するんです。すっごい来る、やだやだ、すっごい来る、やだ。今止まってましたよ、今止まっていた。すっごい来るこの子、もう一回見てみようかしら。爆弾止まってる、すっごい蜂来る。下に行った。よし乗るわよ、カモン。どんだけ行く。さあ選んで買いに行って。でこれで爆弾が回復してなかったら OK。よし、おー大丈夫です、行くわよ。どうだ、よっしゃー、飛んだ。喜びは1秒でした。ちょっと映さないでください、本当に。本当に映さないでくださいよ。いやマジでね、このゲームほんと鬼畜なのよ。あれ出た瞬間に撃たれたら誰が初見で回避できると思う、ほんとに。はあ、ほんと一旦飲むわ私も。なかなか長い時間喜ばせてくれませんね。本当に。で何、あそこ越えてあいつどうやって対処すればいいの、それで。あんな遠くから撃ってくるのこの子。ここゴルゴだそうです。
さっきのゴルゴだそうです。あんな遠くから当ててくるのね。狙撃でしたね。うん。はあ、信じられへん。信じられへん。カモン。いやーまあまあまあびっくり。本当に。そしてやっぱり進んでません。カモン。待ってて。セーフポイントがないんだね。うん。止まれ。ちょっと待ってて、ったー。待ってて、った言ったよー。まあまあ、S フランス語言いながら水を飲んで落ち着きだよ。あれがそばらそらららら久しぶりですね。ハロー。エベレそばらポラパブル久しぶりです。いやー、ほんとにね、ストレスたまるわ、このゲーム。どうなってんの？何？このゲーム作った人、マジで。どうした？あの疲れてたのかな？精神的に病んでたのかな？こんなに人にストレスをかけるゲームを作り出すのすごいよ。ハロー。ハロー。ハロー。ステイ。待っててしか言わないからね。ステイ。カモン。確かに可愛いんだけどね。待ってて。ほんと来んなよ、お前。撃たれたら死んじゃうんだからね。カモン。いいご主人だわ、ほんとに。ちょっと蜂蜜でも舐めてたんですよ。あえて蜂蜜を舐めさせてあげるっていうね。いいご主人だよ。ここね。すごいクリーそこだ。あ、そうか、あいつがやられるんだ。エラムがやられている。さあ、このタイムだ、危ない追われている。え、アイラムがやられている。このアイラムがやられている。あれアイラムいない。どこ行った。あ、いたいたいた。いた、アイラム来た。あ、アイラムやられてる。なんとか、アイラムが蹴散らしてくれました。あ、じゃあ、あいつにやられてればいいんだ、そうしたら、むしろね。で、渡ったらどうするかだな。渡り哲也さん。どうしよう。一旦戻ってきたけどどうしよう。降りといた方がいいのかな。ついてきた。でも44できないな、今上にあったから。止まらず突っ走るかって。ああ、そういうこと。待ってて、カモン。カモン。ちょっと距離を一旦見に行って、うん、あ、なるほどね。オッケーオッケー、行くぜー。ピュン言った、怖えピュン言った、一発狙撃がありましたが、ピュン言った、怖いよ。当たりませんでした。怖いわ怖いわ、ピュン言ったよ。よし、とりあえず進んだ。あと1時間しかないけど。そうですね、ちょうどあと1時間です、うん、さあ、タラモニアンシー今日超えなければ負けです。お、セーブポイントだ。こんなセーブポイント立て続けにあることあるのね。さっき何だったんでしょうね。そう、さっき、あんなか1個ぐらいセーブポイントくれてもよくねって話ですね。うん。よし、これどうしたらいい。でも下に落ちるよ、あれ。いいの、落ちて、落
あ、でも落ちるしかないのか、これ。あダメですね。え、どこに行くのしたら、これ。だって、この右下の方も行けなかったし。かといって、左上に進むとこなくない？ここ行けなかったし、左上も行けないのよ。ほら、あとどこ行く？え、だって右下だって行けないし。うん、あとどこ行きます？上登れる？上？ああ、わかったわかった。そういうことか。これのここってことか。おお、めっちゃ爆弾ある。めっちゃ爆弾あるし、なんかなんなら歩いてる足音するよ。でもとりあえずあの行けそうなところから行ってみるか。おっと。おっと、なんとかかわしました。まあこういうことだろ。でこれでおっとクラムのところで無駄死にってやつね。まあまあまあ、うん、でもそして自分がなすことは分かったよ。ここで着地させて、あのレバーとかをなんとかあいつに引かせればいいわけだよ。はいはい、うん、そうですね。とりあえず着地位置をちゃんとこう見てなんとかすればいいわけだね。オッケーオッケー。これですね、うん、飛んだ。で、うん、でちょっと左側行ってみようか。あ、こういうことで、これでこういった倒しの爆弾爆発させるのよ。ほうほうほう、こういうことよ。え、でも左の爆弾爆発…左が残りました。そして自分も残りました。あ、なんとなく見えたかな。ああ、私の進路は分かった。うん、ちょっとパズル的な感じですね。うん、そうそうそう、そういうことね。さあ、びっくり穴です。させようかな。うん。オッケーオッケー。オッケーオッケー。うん。オッケー。え？え？なんだ？あ、戻っちゃった。戻った戻った。できっかな。ポン。ジェー。
こう降りるとき飛ぶのか一旦こうやってで掴むのかな。そうですね。そういうことね。これでいける。ん？さらに上。なんだあれは。おセーブポイント。いたセーブしよう。セーブポイント。フルーツサックですかね。残りが55分を切りました。ただちょっと進んでます。あー襲われてる、もう襲われてる。やめて蜂だ、やめて、危ない、危ない、やめて、危ない、蜂だ、危ない、やられた。粘着すごいすごい粘着すごい粘着すごい勢いで襲ってきます。ハチでやられるか、それとも飛ぶよりか、究極の選択です。いやーこれは三角効かないよ。あ、飛べないんだ。これは確かに効いてないな、三角は。あ、飛べなかったもん今、ハチのせいで。さて、あのハチをどうするかでしたら。もうこれ降り立った直後来ますからね。うん、一旦、え、でもあのペットどうやって回収するの、したら。あ、その下も行けます。あ、行けんじゃん。あ、でも止まれない。止まれない。あ、これで行くのか。カモン。もうそういうことね。なるほど。じゃあもう連れていきます。となればさっきのあの鉢のところどうか。でこれで思いっきり走ってトワーンと飛ぶぐらいだね。来た。来た。鉢も来た。カモン！カモン！もう一個だった。でもね、今また分かったんだけど三角引かなかったんだよな。カモン、カモンよ、カモンよ。食べるそばだとろとろ。エベレスベルブルブル。よし、分かったよ。ああ、いただきました。ありがとうございます。さあ、どうか。カモンよ！飛んだ！超えた！カモンよ！飛んだ！超えた！カモンよ！さよなら！3段飛び失敗です。でもやっぱりここまで一気にやらないと、ハチの子ちゃんたち来てるからね。飛ぶのよ。スピード感あるゲームに変わりました。トーン、あーと蜂にやられていました。今ちょっとだけなんか蜂に食らってる感はあったもん、確かに。よし、オーケーオーケー。三段跳び決めろってことね。三段跳びゲームです。いくぜ。さあ行きます。落ちました。ほっ、一発目飛んだ。ステップ、三角効かないのよ。三角がね、101回目も期待に応えるマスクの海です。こういうことはね、やっぱりね、あの三角って効かなくなるんですよ。さあさあ時として。ほっ、ほら今ね三角効かないのよ。
なくなるんだよね。なんでだろうな、三国聞かなくなるんだよな。行くぜ。なんか三国聞かないよ。小平ペンギンデイキさんからそこで三角押してみよう。いやいや押してるんだよ。あ、じゃあ今度ちょっとなんか分かった、ね、だから手元見せようか。じゃあそうですね、うん、そういうことです。行くぜ。押してるから私は、ここよ。ほらほら今押してたでしょ、ここ。これこれこれ押してるけど効かないのよ。もう一回もう一回ちょっと手元をちゃんと、もうちょっと分かる。そうですね、ええ、ぜひお願いします、うん、そうですね、お願いします。いいですね、いい感じです。三角これよ、はい、うん、これ三角ね、はい、はいはい、うん、押してるの見せるから。サドカーブ、そんな、ほら今ね連射してなかったで。リプレイ行きましょう。うん、いや、ほらリプレイでも何でもリプレイでも何でもしたらええやん。リプレイをご覧いただきましょう。うん、リプレイでも何でもしたらええ。わかりますね。うん、いいよいいよ、何ぼでも見せたらよ。どうでしょうか、これでしたね、うん、これだと見えるかと思います。これ押しますね、うん、あ、押してる押してる。次ですね、この次です。画面が変わった。さあ押してるか。そろそろ押したい。そろそろ押してほしい。押した押した、今押した。ほら今押した。押してるけど飛んでないでしょ。ほら多分蜂に捕まってんですかね、ひょっとすると。でもね、だからこれで分かったでしょ。いつも私は三角押してるのよ。遅いっていう押してる押してる。一言、一言遅いっていうのが。だって早く飛んだらギリギリまで飛ば、助走つけないと届かないのよ。ですね、うん、トムさんからもタイミングの問題だと思います。あと連打するからやった。あ、そう、だから連打やめたよ。連打やめた、連打やめた。あまり早いとね、届かないからね。サコタドカ、今押したけどね。1回目のジャンプの後もう1回飛んでるのが影響してる。あ、そう、それ読んで今飛んでなかったでしょ。1回で蜂に刺されてること多いっていうことも、うん、で1回目のジャンプの後飛ばないでやったのよ。今今やりましたね、うん、はいはい、飛ばないでやったけど、お、でも今さ、刺されてたけど飛んだしょ、ね、1回目、ね、で、2回目は刺されてないけど飛んでないのよ。そうですね。おう、じゃあ何ですかね。おう、こういうことよ、みんな。じゃあ何ですかね。おう、三角押してるよ。ターボボタンとか押してないかって、こちらペンギンデキさん。何も押してない。今回のはターボの仕方分かってないから何も押してないよ。でしかもこれ来る前から疑惑あったでしょ、三角乗ってない疑惑。超えた超えた、うん、まだあった、またありました。今でもあれね、いろんなもの関係ないっていうことが分かったでしょ。今ですね、蜂とか刺されても飛んでたし。そうですそうです、うん、で今は確かに三角押しても全部聞いたのよ。聞くときと聞かないときあるんだよな。小平ペンギン電機さんからタイミングでしょ。いや、そうよ言うたらそうなんです。あ、でもぴょんぴょんやった方がなんかいきそうな感じ。そうそう、ぴょんぴょんやった方がいいから、ぴょんぴょん作戦いくわ今度から。つまりタイミングだって。タイミングでしょうな。それよ、だんだんタイミング表が増えております。それ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 分かっとる分かっとる。タイミング表がもうほぼ体勢を占めました。おじさん分かっとるよそれよそれ。ただね、三角聞かないって言いたいだけだ。それよそれ。まあでも蜂あんまり関係ないか。蜂関係なかったな。これはかなり収穫じゃないでしょうか。蜂関係ないから
逆にそしたらさ、なんかちょっとゆっくりやってみた方がいいのかな。ってことをもう言えるんじゃないでしょうか。タイミングさー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 落ちたよ。ゲストにお答えしたんですが、なんて素敵な力、三角押せないときもそれが君のタイミング、三角頑張って押してる、届く、落ちる、落ちる。いやいや、あと45分しかないから。いやいけませんね。いくぜ。10代が分からない曲やめろっていう。ただ A ブロック号はまさにそのタイミングが、ヒットしてた頃のゲームです。ここね、一回止まるか。あのね、分かってんの、ちょっと早めに飛べば三角押せるのはすごい分かってんの。ちょっと一息つきたいですね。そうそう、今のは多分本当に多分タイミング押せないわ。あの今まではすいません、あ、私が悪い、うん、あの分かってんだ。でも今のは多分一旦止まんないと本当に押せないタイミングだな、あれ。ちょっと待って、そうですね、この方法もありそうですね。で、あ、止まれない、あ、止まれない、止まれないわ。あ、一つこれ、ここにガラスの10代なんかいるわけないだろ、傷が壊れそうな40代ばかりだろっていう、コメントがありましたが、以前10代の方いらっしゃいましたので、一応ここは否定させていただきたいと思います。私の方から10代の方いらっしゃいます。 Stay with me ガラスの少年時代。マジです。そう、結構ね、若い方もいらっしゃるのよ。私もびっくりしましたが。みんなあの膝に水が溜まってるということはシャイニングウィザードしすぎたのかな。きっとね。やってましたけどね、今ね。誰も気づいてない可能性がありますから、ね、あの見切れてたんで、今。そうそう、見切れた。手が見切れたの分かってる。止まれない。あ、ここです。ここ止まんねえな。カメラ位置をちゃんとチェックするっていう。2つあるとこ三角押しっぱなし。あ、へえ。その方法がありそうですよ。よし、ありがとう。それをちょっとやってみるかしたら。そこまでいけないかね。そのそっちを意識するとね、とりあえず手前おろそかになるのよ。でも確かに今までもジャンプ押しっぱでいけそうなとこありましたよね、うん、押しっぱって作戦がありましたよね、確かに。よし、ちょっとやってみましょう。ダメ、早すぎでした。気を取られすぎました。ちょっと、あの三角押したらどんな感じかなと思ってやってた、やっちゃってた。両方できない。一個一個ね、やんないとダメ。こっから三角押しっぱね。どうだー、あー届いてない。あなぜか。わかった、まあ、飛ぶ時まではちょっとためようか。そっからだな。ちょっとね、先押してな。ちょっと今ね、今四角押した。三角と四角の間押した。三角と四角の狭間。なお音声。ちょっとやべやべ。なぜ生身で言ったのか。
声だ。あーやられてる、エラメやられてる。頑張れエラム。おお、あ、ちょっと、あーもう一回来た、危ない、危ない、危ない、やられたか、やられました。復活した、初さん。さっから、売れませんね、これは。三角と四角の狭間。いやちょっとここはむずいな。ここは難しいよ。間がないんですよね、確かに。考える時間がないからな。よしか。トッ。トッ。トッ。あ、ちゃんとご失敗いけたー。アウト。あなんかやんねーん。ただここが最後っぽい。なんかやんねーん。最後の最後のところだったよ。なんですけどね、これは長えわ。あ、やべ、押しちゃった。君とハチとの間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は君とハチとの間には今日も冷たい雨が降る。君が笑ってくれるなら僕は蜂にでもなる。あああというコーラスが入りました。セーブイズミー。君と蜂との間には今日は OK OK シャギーン。何でしょう、キンキちゃうか、ガラスの少年からだぞ。なんかいけると思ったんだ今。Stay with me 君と初との間にはいけるだろ今。そしてあの時計外したから本気でいくよ。ただね、十字キーだからね、左側はね、三角関係ないんだよね。よし、行くぜ。トップ。何度目でしょうか。もうこれは覚えの問題だね。三角を押すタイミングがどこかっていうのを覚えるだけの話だから、これ。だから最後もちょっと多分三角押しっぱでいけるんでしょう。いきましょう。いくぜ相棒。どうだ、超えた、超えました。やったー、超えたー、やりました。よし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 、さらに進みました。まだ8追いかけてきてるけど、とりあえずセーブさえすればいいでしょう。そうですね。本当にもうここは世話の焼ける構造ばっかり。さあ
またなんかあの、そしてまたここセーブポイントでしょ。だからもうちょっと早いとこに小刻みにしなさいよ。本当に変なとこにセーブポイントぶっかつけながら。このパラマウントベッド？パラモニア？はい。もう終わっていいんじゃないかな。あと30分しかないからさ。そうです。あと30分です。35分切ったぐらいですかね。34分、33分。今下見でしょうか。お、お、飛んだ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 。また戻る。さあ、何が起こったのか。ね、なんでしょうね、これね。落ちたかと思いきや。ね、オッケーオッケー。分かりにくい状況でした。こっち側もいけ、あ、いけんじゃん、こっち側。ここもセーブポイントですね。セーブポイントばっかしようよ、あんた。え、こっち、おハロー、パスワード。パスワード？パスワードって言ったけど。パスワード。ああ。パスワード。何でしょう。飛んで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 。パスワード。回って回って回って回る。じゃあここ一旦下がって。アパガード。ピックリアンで助けられます。レバーが引いた。何が起きるのか。なんか押した。あ、パスワードか。これパスワードだろ、きっと。っていうことでしょうかね。今の1回で分かったんでしょうか。でもこれで戻っちゃダメだよ。パスワード聞かんだからな。ぶっちゃ。行くわよ。レバーもありましたよね。うん、なんかあれも引かなきゃダメだ、きっと。レバーを引いて、そして三国聞こないんだよな。届かない。
遅いとね、三角まだ効かないんですよ。これは届いた。あ、そうよ。なんと。なんと。え、ちょっと待って、じゃあどうやって上に帰るの、あれ。帰れない。嘘よ。あ、一気に戻った。そして変えのかい。レバーがね。ああ、そういうことか。カモン。でもセーブはするわな。そうですね。セーブはするよ。あと30分か。切りました。あと30分。ステージを超えなければ負け。30分でダメ耳。パラマウントベッドをクリアしないとダメだ。どんなクリアの仕方するんですかね。だとしてですよ。パラマウントベッドだとしましょうよ。おうおうおう。どうすればクリアなんですか。いや、そこを知りたい。そこ知りたいよ。パラマウントベッドはどうやってクリアできるのかっていうね。ハロー。ハロー。パスワード。ハロー。ハロー。ハロー。パスワード。ハロー。ハロー。パスワード。オッケー。オッケー。あ、びっくりした。なんでここで止まんのと思って。左に行った。セーブポイント。進んではいます。進んで、小刻みに進んではいる。進んではいますね。少しずつパラマウントベッドには進んでると思う。これベッドの上なんですかね、じゃあ。うん、来ない。カモン。なんかいるぞ、絶対。いるぞ、いるぞ。上にいんのか。上だ。ハロー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 。下にもいるじゃん。下にいる。あれ、こいつ向こう行ったら危ないぞ。下に降りるの。下に降りまして。止まれ。そういうことですね。うん、これはもういけない。自爆。さあ、これで。でなんか向こうに上に上がれないと、あの手形みたいなの見たいんだけど。なんか来る途中にね、思いっきり左側にあったと思うんだけど、左上に。この手形みたいな上登れないのかな、これ。なんか落ちてきますね。これ登れるとこじゃないの。ほら。で、あの手形見ればいいんだよ。わかんない。カモン。わかんない。やべっ！あった！手形押せないんだけど、四角で。わかんないって言って。いつも押せるとこなのに。石板ですよね。うん、はい。押せなかった今。必ず手をかざしてみましょうって書いてますけど、ね。だから、四角押したんだけど、全然触れないの。かざせない。わかんないよ。トムさんがなぜか帰ってきました。なぜ？私のコメントでしたね。何週間も前に。なぜ？
来てます、うん、進んではいますが、わかんない、わかんない、押した、押せました。わらわりや、こらえわらかんだかのじゃあせのば、ふだうのこらえわりさくとあてがい、じゅうわいのパラマイトにすぎるふだうの、すぎるまんて、しゅうかんじゅうをもってるのずいぞがちょっとやかい。こんなもん読まなくてもいいわでしたね。そんな重要じゃないですね。このためになんだったら、あの説明書に書いてるようになりましたね。あら、あいつどこ行った、んペット消えたぞ。あら、どこ行った、ペット消えました。ペラムがいない、ペット消えたよ。上に置いてきた、下に一緒に来たはずなんだけどな。下にさっきね、うん、連れてきた、連れてきた、連れてた、置いてきたよって。ああ、置いてきました。カモン、届かなかったよ。手形もやった意味なかったよ。カモン、カモン、カモン。手形も一回やんなきゃダメかな。手形もいらないと思うんだよ。手形はもう押さないからね。届かなかったと思うよ。なってくれてますよ。森の死も届かなかったと思うよ。乗るよ、走るよ。超えた、超えました。なんやねん。爆弾がたくさんあるよ。シュレックもいるよ。怖いよ。そしてどこに、ポイントだよ、セーブするよ。聞いてるこっちが怖いよ。あと20分だよ。進んではいますが、セーブするよ。あと20分だよ。あれはでも爆弾めっちゃくちゃあるだろ。でも爆弾めっちゃあるやん。だからさ、一旦ちょっとこいつを連れてきたらいいのか。どうしました。でもこいつ一匹じゃ無理だろう。だってこんな爆弾あんだよ。うちの子かな。エラムかな。うちの子だな。エラム、さようなら。さようなら。うちの子さようなら。エラムがここで息を引き取りました。でもこれ終わりじゃね。大活躍をしてくれましたが、パラマウントベッドの最高潮まで来たんじゃないこれ。
ほら、え、パラマウントベッド終わったんじゃないこれ。これがパラモニア神殿なんですかね。え、これからってこと、むしろ。どうしましょうね。一応進んでいるんですよね。進んでる進んでる。だからまあ一応、うん、まあまあまあね、うん、進んではいますね。だって進んだじゃんこれ。進んではいるってことにしますね。じゃあこの階段。まあもう後戻りもできないからね。ですね。うちの子ちょっとやっぱりあそこで失うのは良くなかったのかしら。まあしょうがないわもう。でもいい子でした。うん、選ばれた。大活躍しました。しかし別れは突然でした。あれも走ってくるやつですね、うん、スロックですね。スロックとスリッパ。これでもこっち側って何ができるの。どうでしょうね。わーわー、見に来ただけか。あんなでわー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 どうしようもないよあれ。ただ逃げることはできるかもしれない。これでああ、もう使った。でもそれしかないですね。まあ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 、そういうことだな。切り替えて向こう行ってということだ。OK。止まれ。こいえ。あ、止まれ。ああ、ただのはスリックだけ。いや、完全に犬だと思ってた。ちょっと油断した。犬だと思ったからちょっと近寄ってもうちょっと走らせようかなと思ったんだけど、そういうこともあるね。シュレックちゃんのことね。届いた。届きました。44届いた。これでですね、めっちゃ多い。かわいそう。かわいそうだけどしょうがないよ。さあ、いなくなって、よし。となれば、レバーを引いてみます。そしたら、どうなっているか。今ので死ぬんだったらもう落ちた時点でいいんだよな。なんかさ、そうやってもったいぶってさ、ちょっと期待させておいてさ、ちょっとよ、ちょっとだけよ期待したの。だけど期待させたよ。ちょっとだけだと思ってさ、期待をしたよね。やっぱこっちこそね。何度もやられた。こうしてですね。知ってはいますよ。コウモリに触ったやられるなんて、ね、知ってんすよこっちゃって、ね、ああ知ってるよ。コウモリ強いんだ。
あいつらぜんだ、カモリぜんだ、おらーしゃー、あいかしょれぜん、カモリだよ、すげーぜんだ、あいつら入ってんだな。知ってるのと大丈夫か、違うのこの、そしてレバーはなんか いつも引くけど意味あんのかな、何とつながっているのかが分かりません。やばい、危ない、なんだ、おお、そういうことか、行かないかね。さあ、これは何だ、何これ、意味ない、でも意味ないってことないよね、何でしょう、中に入りました、何の上なんだろうね、よし、進んではいます、これ多分神殿の中なんでしょうから、ちょっとウエロ的な感じにもなってるのか、ほらもう寺入ってんだよ、パラマウントベッドの寺、そうですね、うん、進んではいます、なんでしょう、あの目の下が、パラマイト、あなたを見るだけで逃げ出す。奥屋のパラマイトが2匹以上集まるべきだ、今日も。おそらくが1匹だけでも集まるためね。あでもさ、気をつけ、そうなのか、今日そうそう、のまいちゃん。これなんか言ったよな。パラマイト。ヘアチェス、まあ、お前にまだから、そもそも、ふだんは、ひまみつもちに、そもそもだ。ふもつもん、そっとぶっとん。お、おお、パラマウントの。いや広いな、パラマウントベッド、これは広いですね、広いなで今左下から来たから、あそこは行ったよと、うん、それでなんか一つ一つなんか紙コップみたいなところに入って、ですね、行けばいい、それが繋がってるってことですね、それぞれ、私たちはパラマウントでつながっている。どこから行くかって感じなんでしょうね。ああ、とりあえずやっぱり左側からね。いやだ。ああ、いきなり。これがパラマウント。これがパラマウントベッドの最高峰の。獣だ、一匹だとこういうことなんでしょうか、めっちゃ2匹いたら大変だってこと、めっちゃキシャーキシャー言ってる、これが2匹目、これ2匹揃ってるってことになるの、そうなんでしょうか、どうなんでしょうか、あ自分で飛び降りましたとりあえずね、潔くね2匹に睨まれたらたまったもんではないということでした、あ、怖い、ちょっと音だけが響きました、めっちゃキシャキシャ言うと、今日はあとじゃん、正面衝突、これでも倒しようなくない、何も持ってないよ、だって餌がなんだかって言ってましたね、火打ち石なんてないじゃん、だってこれ、あのレバーだけが気になる、あでもやっぱり上から行けないから下からじゃなきゃいけないんだな、レバーやるなら、
他の入り口が先かってことにもなるんですよね。だろ。金を鳴らすのはあなた。街は今爆弾です。止まらない、止まると撃つショー。これ下はいけないよな、きっとな。やっぱりじゃああいつ撃つだけだな。はい。よし。じゃあこれをまず。と。おっぶねえ。しかし、実際のにやられました。コウモリハン、コウモリハンにやられましたよ、これはね。止まれ。オーライ。コウモリに気をつけろというメッセージが今来てます。さっきも読みましたが。で、これを一旦石持っといて、あの爆弾の塔を先に行こうか。うそ。ああ、自分が。この距離でやられんの？え、結構距離あったと思ったよ。はい、コウモリハン。結構距離あったと思うんだけどな、今な。あれでダメならもうちょっときつくない？もうほんと画面ギリギリまで下がんなきゃダメかしたら。なんか 2回死んだ時の音鳴らさんくてもいいよ。2回よ今。2回ぐらい鳴らしてもうどうせもう一回行くからって。一回で分かる。あ、今の分鳴らしたんだ。したら今なんなかったの。確かに今の分鳴らしたんだ。っていうことね。そういうことか。音楽出すのも疲れますからね。先に出しとこうと。タイミング大事だ。タイミングはタイミングで大事なんだよ、音は。もう止まれなくなった、ここ。2回やった、2回やった。ってことはもう1回やりました。うん、次行くときはまたシュレックに振り向きざまやられる。止まれ。そうはない。先に音鳴らしたらダメだよ。かいや。
でも2回言うと思うな。嫌だよ。音2回鳴らしたら嫌だよ。嫌だよ。そんないじめたらダメよ。この分鳴らしたんだよ。先に1回鳴らしとくなよ。嫌だよ。止まらないよ。嫌止まらないよ。嫌は止まらないよ。嫌助けないよ。助けないよ。助けないよ。嫌は助けないよ。まあ基本外国人だから。そうか。向こう岸はあでも走ってやらないと上には。上押せばいいだけだったよ。カイヤだよ。カイヤは上押せばいいだけだったよ。ギリギリから投げるよ。大丈夫だったよ。金鳴らすよ。ならないよ。もう一回石持ってくればいいのよ。カイヤ回るよ。マヨチャイムです。マヨこれはんこのチャイムはパラモニアやスクラバニアの試験の出口にありますと書いてます。お部屋の出口にありますと書いてます。ちょっと私の持っている資料ではここから先が読めません。説明書をどうかご覧ください。あでも石ではならなかった今。というか、なんか、ちゃんとでこのチャイムを、ある何だかに何だかすることで出口が開きます。書いてます。ちょっと私はこれ読めません。なぜ？ちょっと印刷してるものの関係でちょっとここがうまく読めません。ちゃんと印刷してよ。カイヤの国では印刷ちゃんとやるのよ。あの説明書を読んでください。説明書に書いてあります。説明書ここにあるけど手届かないわよ。届くわよ。ここにあるんだろうきっと。読まないよ。カイヤは説明書も読まないよ。カイヤは読まないよ。マヨ一番左のベルのヒントもらうっていう話もある。マヨ説明書読んで。マヨに説明書読んでもらえたらここじゃ食らうような気がするよ。後ろ下がるよ。カイヤだよ。ヨンヨン。おお！なった！あ、なんか自分で鳴らす。ってことは、あれが右が出口であって、これが何かそのパスワード的な、そういうことだ。感じなんでしょう。この鳴らし加減で開くんでしょう。開きません。そしてやめれない。順番が左に行けば分かるってことかってことですが、さあ9時です。今日はカイヤここでやめとくよ。まあステージ4超えなければ負けということでありましたが、一応これステージ4の中ではあるんですけど。進んだのは進んだんですよね。進んだだろう。進んだのは進んだんですよね。カイヤは進んだし、パラマウントベッドの寺まで来たよ。これパラモニア神殿というのも含めてステージ4ではあるんですけど、まあ進んではいるので、これは来週もやりますか。まあなんかこのタイミングで負けっていうのもあれですね。なんかちょっとあれですね。みんなもモンモンするよこれ。ね。なのでこれは来週パラモニア神殿を超えなければ負けにしましょうか。まあここまで来たからね。ということで、まだステージ4ではありますがパラモニア神殿一応進んだので中に入っているので続行にしましょう。カイヤは進んだよ。ということで
すでに皮一枚ではありますが皮一枚残ったということで、また来週もエイブ続行したいと思います。皆さん、今日はスペシャルご覧いただきありがとうございました。珍プレー集また次回も、続き多分ドラえもんとかかなだと思いますので、それもありますのでどうぞお楽しみに。ということで皆さんありがとうございました。解約ロー解約ローってなんだセーブしました。セーブしたよまた来週、来週は19時30分からに戻ります。ありがとうございました。マヨ見てるカイヤだよちょっと待ってタイトルがどうかありがとうございました。